ワンダーティーパーティーの愛とポチとみなみです。乾杯。メイク教えて。みんなのメイクをちょっと探求していく旅をしたいななんて。で今日は、まあ、まずポチちゃんのメイクを教えてもらおうかなという機会にしたいと思います。あ、ボスメイクってことですか。どうなんだろう。ポチちゃんってさ、その、うん、何メイク の XY 座標軸でいうとどこら辺にいるの。え、ちょっと何が配置されてんの。だからゴセックロリータみたいなさ、あの、うん、薄い濃いみたいな、こういう、うん、ちゃんとそう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 。いや濃くはないと思ってるけど正直ちょうどなんか、うん、とっつきやすいゴスみたいな、親しみやすい、そう親しみやすいゴスぐらいだから、親しみやすいゴス矛盾を感じるけどあのカットクリスとかやんない、まだあの何とかなりそうな範囲で収まってるゴスっていうの。ああ、ファミリーとかまではいかないじゃない。あ、はいはい、そうね、なんかそう親しみてるほどはいかん。え、そう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 、そう、あ、そうね、 VK メイクをさらにちょっとこう日常に落とし込んだぐらいのテンションかな、自分で思う分には。でもちょうどいいんじゃない、参考にはできると思う。だから有望な人材の中でもゴス方面に行きたい方には今日とっておきの回になるのでは。それじゃあポチちゃんに教わりましょう。せーの、レッツパーティー。じゃあポッターは、うん、アイちゃんにこう施術をしつつ自分もメイクしていくって感じ、うん、でわしはわしでポッターのを聞きながら、うん、見ながら自分メイクをしていく。だからわしは視聴者目線みたいな感じで、うん、頑張っていこう。よいしょ。一応ベースはでもあのおのおのやってもらってる。まあベースは正直もう自分の肌に合ったものをお使いくださいみたいなのがあるもんね、うん、だな。私は一応あのナーズを使ってるよ。お、よいしょよいしょ。ソフトマットコンプリートファンデーション。へえ。なんかとにかく手からなくてあの毛穴をなかったことにしてくれるのをくださいって言って、ブラシごとそれくださいって返ってきた。へえ、買おうかな。うん、いいな。じゃあ、あいちゃんはそれ大すっぴん、うん、ベースからやる。そしたら、うん、マーメイドスキンジェル UV キャンメイク。じゃあお塗りくださいまし。これ全顔に普通に塗っちゃっていいのかな。うん、まあ、うん、はい。いつもどうやって塗ってるの。気になる。え、いつも 目しか塗ってない。え、あ、ここだけ。うん、そこしか。あ、そうなんだ。すごいね、逆にすごいね。それアイシャドウベースでよくない。ブラシでピャ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 って伸ばすのがいいんだって。ビューティースポットからいきますわよ。すごい、なんか BA さんにさやってもらうのってこういう感じなのかな。あー、そうね。そう、さっきもさ南と話してたんだけど、多いよ別に。なんだろう、日常生活でやる分にはそんなこのマットマットしたものは使わなくて正直いいんだよ ね、うん、あね、ちょっとこう光らせて反射した方が毛穴とかいろんなアラは消し飛ばしてくれるんだけど。ただね、あの動画で撮ってるとどうしてもなんかテカリに見える、ツヤが。そうなんだ。うん、まあ、とりあえず黒塗りましょうか。ほ、じゃちょっと先に私が自分でやるときだと、うん、見たい。あのアイフォールっていうか眼科あるじゃない、骨。はいはい、眼科。うん、あの目ん玉が入っているこの骨の縁までいきますっていう。意識したことない。黒。ええ本当に。うん、まあ、とりあえずまずはその眼球の上は全部黒で塗っちゃう。へー、ワオキツネザルみたいになる。ワオキツネザル。アイホールというか、これはまぶたをとりあえず全部黒くしましょうっていう。うん、じゃあ南もやってみせ。さすがにね、アイホール全体を真っ黒にしたことはない。初手真っ黒だよ。ちょっと待って、眼球を塗りつぶす、はい、わー黒い初心者が。いや、あの初手濃い色はねしないもん。だんだん薄い色から重ねてってみたいなのはするけど。待って、本当に合ってる。で、あの後でこう縁とかをぼかすから、これを正直ガイドみたいな感じに。ガイドなのこれガイド柔らかいところは全部塗りつぶします。誰誰誰誰、え、合ってる本当に。あ、でも薄いよ。画面で見るとそんなに。そうそうそう、でもね鏡で見るとだいぶやばい。うん、じゃあ愛ちゃんにも、じゃあ、 あの目の力をなるべく抜きつつつぶってください。愛ちゃんのお目々の柔らかいとこ全部に黒を塗るってさ、
で、あの目頭のとこは後で線とかなんかをいろいろやったりするから。へえ、おお、慣れないな。慣れないな。じゃあこっち側、わあ、ごっそい開けてみて。あ、開け方さ、意外とこのもうちょっとなんか二重幅の、そう、二重でほぼ埋まるんだよ、うん、そうだね。そういうこと、うん、こんな感じ。スタートはじゃあ今のところデーモン小暮閣下だもんな、うん、それは確かにそうなんです。この時点で別にそんな厳密にちゃんとこうグラデーションとかっていうのは別にしないんですよ、うん、まあ、こっから延長していきます、うん、お、今骨の手前まで塗ったと思うんですよ、うん、さらにこの何ていうの、キャットリンっていうのか、うん、こういう感じで上に三角層作っていくんじゃよ。はあ、キャットライン引いて、こういう感じが間埋めるって感じ。ここからこの辺ぐらいまでこうキャットラインの、キャットライン、キャットゾーン、うーん、ここまでいっちゃう。猫目っぽく補正をかけるみたいな感じ、はいはい、で、こう埋めていく。こういうことをやるから、うん、先に眉毛は描かない。ああ、そしたらアディクションズアイシャドウ095、黒の上にこれを塗り重ねるとなんか深みのあるパープルになるっていうのかな。これ単体でこの色にしていくって結構塗り重ねなきゃいけないんだけど、うん、黒をベースにこいつ乗っけると結構いい感じの色合いになるんじゃよ。これをこの目ん玉の上にこう重ねていく。ああ、なんか分かった気がする。ちょっとグラデーションっぽい。これはね、あの全範囲ってよりは眼球の上ぐらいでいいかな。アイホール？アイホール。ツヤが綺麗だわこれ。ね、綺麗だよね。すごい好き。なんかね、年を得てだんだん大粒ラメよりあの小粒だったり、うんうん、パール系の方が好きになっていく。マットの黒の上に変更を乗せるとすごいおしゃれな人みたいになるわ。うん、だそう。あ、確かに。なんかね、黒一色よりもなんか表情が出てくる、うんうんうん、だからただただ変更系が好きなんだよな。いや、深みがすごい出てくるよ、うん、あの、うん、だいたいこっから下が物足りなくなってくる。アディクションザアイシャドウ上海ブレックファースト。へえ、ピンクっていうかなんだろうな、テラコッタみたいな。あー、わかるわかるわかる。テラコッタっぽくて、これもねすごいパールっぽいっていうのかな、なんか鍋じゃないんだよね、うん、多分。あ、うん、こやつを波の袋代わりに使うっていう感じ。なんかマジョマジョのティニーとかあの辺で代用いけそうだね。あ、でも全然いけると思う。え、涙袋までやっちゃっていいの？君の場合はでもグラデーションでちょっとずつ薄くなるようにした方がいいかな。あ、なるほど。多分、ね、涙袋を作るって意識だとちょっと濃すぎると思う。ほう。ああ、私ですね。こういうこと。で、そこにまた目尻に色を足すので。目尻に色をこれから。うん。どうした？涙袋、君らこういうところに入れるんでしょ？まあそうだね。涙、うん、ここはわしは明るくしちゃうな。まあ、別に粉が乗ること自体に驚く。あ、まあそれはね、全然必要性はない。あ、でも意外とね、こい結構馴染む、うん、色肌に。なんかシャンパン系。でもいいかもしんないね。ちょっとピンク系のシャンパンとか。はい、両方やった。両方やったらなんかだいぶ濃すいね。濃すい感じ、ね、すごいすごい。私はだいたいここまで来るとこの辺に色が欲しくなる。へー、ビセクレヨンアイカラー、アイシャドウ乗っけてたじゃん、うん、それをなんか綺麗な線にするためになんかこういう風にほう、なるほど、って言ってる。これをなぞっていくイメージ。そうそうそう、粉だとどうしてもそんなになんか綺麗な線じゃないっていうのかな。あ、うん、保管してあげる感じ。これをアイライナーとかでやっちゃうとなんかすごいパキッとした線になっちゃうから。確かにちょうどいいね、これは、うん、あんまりこれはなんか濃い色を出すっていう意識じゃなくていいかな。なんか馴染みやすいようにちょっと開けてみそう。あ、そうそう、あとはまあこの縁を攻めるぐらいで、あとは塗り広げるだけだね。塗り広げる、あの ぼかす工程。濃すぎないラメとか変更パール系だったら何でもいいと思う。まあね、やることはここのあぼかしのためだからさ。へー、そうそうそう。すごい、すごい。もうちょっと外側じゃないなこれ。
ちょっと待って、間違えた間違えた。外側ギリギリだね。まあでも可愛いからいいんじゃね。まあまあまあ。俺は好きだけど、わしは好きだけどね、このラメギラギラ系の、うん。ちょっとわしの指の範囲がちょっと思ってたよ。すっごいことになったな。指の幅がね、意識してなかった。指の幅間違えた。一回ちょっと指きれいにしてもろて、あの 眉との間はちょっとこう薄めにしてあげていいかもしれない。ああ、おいよ。繋がっちゃうもんね。繋がっちゃうもんね。うん、ボケすぎ、うん、ちゃったなってなったら上からまた黒を足したりしたり。今わしそれなんだよ、うん、わしは全然よくやってる。くの字のエリアをどう処理しようかな。ラメ系で囲んじゃってるかな、わりかし最近。こうそ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 う、そこなんもないのもちょっとさ、うん、寂しいじゃん。やりすぎてる気がするな。なんかラメのせすぎる傾向にある、うん、あんまりやりすぎるとやりすぎてる目が寄っちゃう。そう、うん、そうだね。やりすぎてる気がするな、まあ、そしたらまた ここをさちょっとぼかしてビャビャビャってぼかしていけばライナーを、うん、そんなでも難しい引き方してないし、もう字が黒いから正直どんなゴムドでも平気で、キャットラインっていうのかね。うん、そうだよね。ちょっと猫目っぽくするもんね。猫目っぽくしてる、まちちゃん。わかる。こっちまで引いたら、じゃあ石灰やるかっていう感じで追加してる。こういう感じ。黒のラインなら何でも、うん、別に信念を持って引いてる線ではないので、だからもうアイラインでここまで来るとどうにかなるもんでもないっていうね。まあ確かに。でき、いいんじゃない？こんな感じですかね。普段目頭ライン、石灰ライン描かないから新鮮。で目はあとはマスカラするぐらいかな。あんまり私ね上げないかも最近。へえ。だから上げるとこう粘膜がグッて見えるから、あ、それであんまり上げてない。マスカラは黒ですかね。普通に黒、うん、特に何の変哲もない黒。じゃあ普通に手持ちの黒で。でもうここまで来てからやっとまつげじゃないや、眉毛。やった、やっと眉毛。眉毛だ、眉毛描けるぞ。そんなにこう来たかった。眉毛が描けるぞ。もうずっと眉ねえなと思って画面上。いや君には負けるけど。ね、眉毛なんかあんまり濃くしないっていうか、存在感を消していくっていう、まあ、毛は足していくんだけれど、ほら濃い濃いにしちゃうとさ、もうわけわかんないじゃん。何使ってるんですか？これ二重ライナー。二重ライナー？キャンメイクスリーウェイスリムシェードライナー02。へえ。であとこの読めない。何それ？初めて聞いた。アイブロウ。へえ。眉毛をなんかブラウンでなんとなく描いていく感じ。形は自眉に沿って。あ、そうそう。あんまりそのこだわりがなくて、てか左右非対称だからどうすりゃええねんっていう。あ、眉が一応あるよという。私のでもね、細めではあると思うんだけど。うん、細い細い。元が濃いからまあ。うん。まあ整えるぐらいですわ、ね。こんなもんですかね。まあまあ、ゴスの人はそんなに眉はなくていいから。私が描くとこんな感じになる。いいじゃない、いいじゃない。リップモンスター誓いのルビー。はいはいはい。全く同じもん持ってたわ。おお。全く同じなの。さすが。あ、でもやっぱりあれだね、ご姿勢にはいいのかね。そのちょうどいいの、うん、よかったんだよね。なんか色味と、あのリップモンスター流行ってた時にリップモンスターでちょっと濃いめの赤欲しいなと思って残ってたのがこいつだった。そうそう、残ってた残ってた。残ってたのがこいつだった。そうなんだ。そう。一般ピーポーには不人気なんだよ多分これ。普通に塗っちゃっていいの？もうお好みです。ベタ塗り、こんな感じ。おお、私の塗り方だと。あ、なんかゴス、うん、ゴスだわ。うん、黒リップとかだとちょっと濃すぎるから、うんうんうん、強すぎるから、どんぐらい、まあ自分の好きな色味の暗め、うんうん、でいいんじゃない。もう本当に誓いのルビーがあまりにもちょうどよすぎるっていう透け感のある暗めなんか。そう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 。まつげをつけるよ。お、出た。MYK ワークの細めの束で、毛先にストーンがペペペペって小さいのがなってる。これはライクアビランズですね。かわいい、うん。なんか一時期全員これつけてたね。やってたやってた。なんかそう、愛ちゃんのお茶会に来る人マジで全員これつけてた。ドットドット。わしも持ってるし、ちょっと今日忘れてきたけど。おちょっとゴスっぽい。ゴスお姉さん。ゴスっぽくなった。アイちゃんはなんかバンギャっぽくない？バンギャっぽい。なんかいたよね、こういう人。うん。
あ、ミノムシめっちゃ馴染んでる。なんかね、そう、あの黒で目囲うとすなんか単色で囲むとさ、うん、なんかめちゃめちゃメイク下手な人みたいな、なんかお前本当にそれでいいと思ってるのかみたいな、なんか、あ、君多分ゴスメイクがしたかったんだねみたいな感じになっちゃうからさ、や、初めてのゴス、そう、どうしたもんかと思って、なんかこう黒をねうまく使いこなせてなかったんだけど、あ、なるほどね、上から色を重ねる、はあ、黒を下地にする、はあはあってなる回でしたね。はあはあってなりましたね。はい、というわけでえ、何、え、なんでみんなポッチャになりました。ポッチャそんなピンクは着てないな。そうだね、いや、でもやっぱ変わるね、本当？なんか、うん、あ、面白い、なんか目力って感じ。大丈夫、ギャグゴスになってない？大丈夫。おもろいはおもろい。でもこれは普通に黒い服着たら結構、うん、黒い服着たら多分平気。あ、本当？全然馴染むと思う、うん。今ピンクだからあれなだけで、目新しいんだけど。え、面白い。うん、黒の使いこなし方についてかなり勉強になりましたね。うん、まあ、とりあえず変更ポールを重ねればなんとかなる。うん、紫だけじゃなくていろんな色で試しても面白いかもしれない、うんうん、やってみて参考になったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。ご家庭でもぜひ